この事実を否定された部分が事実だったということはかなりその責任重いというふうな認識なんですけども、まあ、ニュアンスですよね。私としては誹謗中傷性の高い文章を、まあ、作成されたという行為自体は公務員として良くない行為だと、表現としては強かったというふうに思っててそこは反省してますけど、斉藤知事ご自身の資質が問われるようになったというふうに思ってます。改めてその責任を取るというふうにご自身が続けることへの影響っていうのはないとお考えなんでしょうか。どういう意味での責任かっていうのはありますけど、明日から公益通報と贈答品をめぐってですね証人尋問が始まります、はい、斉藤知事も証言予定ですけれども、改めてどのような思いで証人尋問に臨むかというところとですね、それぞれの疑惑についてどういう主張をしていきたいかというのを教えていただければと思います。そうですね、まあ、明日から5日6日と百条委員会のが再び開催されます、まあ、いわゆる、まあ、物品の受領とそれから公益通報と、まあ、処分の関係だと思いますけども、まあ、私としては前回同様に、出席させていただいて、まあ、これまでの主張をさせていたこととか、まあ、委員からの質問に対してしっかり自分なりの言葉でお答えできるようにしたいというふうに考えていますね、はい、例えばその公益通報であればですね、公益通報を受けた後にまあ、その調査結果を待たずしてその処分した理由としてはですね、その、まあ、4つの非行為に対する、処分であると、でそれは遡って、保護するものではないという主張をされてますけど、まあ、そのような、主張を引き続きしていかれるんでしょうか。そうですね、先日8月7日に、確か記者会見で、文書問題に関する、まあ、調査と処分の経緯を話しさせていただきましたので、まあ、そこを改めて、説明するということになると思います、ね、はい、あとその贈答品に関してはその、まあ、私的に受け取ってたのではなくて、まあ、あくまで県として受け取っていたという主張もされてますけれども、そのあたりも変わらずということでしょうか。そうですね、まあ、社交儀礼とかそういった中で、県として受領したというものを、まあ、個人として例えば食べ物であったりすれば消費をしたりということがありましたので、まあ、そういったところを、まあ、含めて質問に答えていくということになると思います、ね、あと、まあ、一方議会ではですね、その不信任決議案をめぐる動きも活発化というか、うん、活性化しているかなと思っておりまして、例えば兵庫県民連合は提出する方針であるというふうなところと、まあ、自民と維新については引き続き協議をしていくということですけれども、まあ、議会において不信任というのはかなり重大なことかなと思いますけれども、そのあたりの知事の受け止めをお願いします。そうですね、議会側の動きではありますので、まあ、私としてそれがどうだというコメントは、まあ、難しいところもありますけど、まあ、今まあ、先日の30日も百条委員会出席させていただいて、で5日6日、まあ、私は6日出席します。で百条委員会がまあ現在開催されていますので、私はやはりその文書問題についてのこう各項目のまあ調査をしっかり進めていくということが、まあ、これは議会側が決定していただいたことですので、そこにまあ我々たちとしてはしっかり対応していくということですね。それからそれして百条委員会として一定の調査の方向性を出すということが百条委員会を決めたときの方針だったと思います。それが県政における問題点や課題があればしっかり指摘をされて、そこを私としても改めるべきところは改めていくということだと思います。それから第三者機関もこれから本格的にスタートしていくんで、第三者機関の審議もやはりこれは議会側から要望というか、まあ、設置すべきということのあれをいただいたので、監査院事務局ですかねの方で委任をして設置していくということになって、まあ、これも私ももちろん職員さんも同様に調査に対応していくということになりますので、まあ、私としてはやっぱりその議会側からご要請なり設置をされたいろんな調査にまあきちっと対応していくということをまあこれからもやっていきたいというふうに思っていますね。わかりました。あとですね、告発文に指摘されているパワーハラスメントの疑惑について、まあ、知事は6月20日の会見では告発文記載のパワハラ疑惑について、
聞いてないと担当者を呼びつけて必要に責め立てる、知事レクの際に気に入らないことがあると机を叩いて激怒するとありますが、そのような事実はありませんというふうに否定されていたと思います。で、まあ、私が会見で2回ほどですね、机を叩いたことはないですかと聞いた際も知事はないですというふうに否定されていましたが、一方、まあ、今回の百条委員会の承認尋問で知事はこれまで否定されていた机を叩いたという部分について、まあ、メモを読みながらですね、詳細に話されていたと思います。これまで会見で否定されていたということは一部そのごまかしていたようにも見えたんですが、それはなぜ突然その思い出されたのかお伺いできますか。まあ、その行為自体は一度だけ知事就任直後に確かしたということだったと思いまして、本当3年前でしたので、ちょっと本当に記憶が定かじゃないというところがもともと本当にありました。で、まあ尋問の内容とか判明してくる中で、その就任直後にそのフェニックスふ頭の開発をめぐるという指摘があったので、記憶をちょっと巡らしてたところですね、確かにそういう場面があったなということを思い出してきたということでしたね。はい。まあ、それは読売新聞さんから、北川さんから聞かれたときに答えられてなかったっていうのは大変申し訳ないというふうに思いますけど、本当に3年前に不適切な行為だったとは思いますけど、一度本当にバン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 しょっちゅう日常的に投げて叩いてるっていう認識は私はないので、何だろうっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、もともとだからそういう意味でも認識がないっていうことだったんですけど、まあ、よくよく記憶をやっぱりこう思い出していくと、そういえばそういったことがあったなということで証言をさせていただきました。いわゆる机を叩いたというところなんですけど、知事はその証言の時はポンというふうな話だったと思うんですが、どのような形で叩いたんですか。確かその なぜ報告ができてなかったんですかということを、まあ、言いながら不適切だったんですけど、まあ、机をこうパッと叩いてしまったということは記憶してますね。分かりました。まあ、その今おっしゃっていただいた机を叩いたことも思い出されたということで、あと、まあ、その告発文に書かれていた部分ですよね、20メートルほど手前でという公用車を降りて歩かされただけで出迎えた職員関係者を怒鳴り散らしたということや、自分が知らないことがテレビで取り上げて評判になったら聞いてないと担当者を呼びつけて必要に責め立てる、で気に入らないことがあると机を叩いて激怒する、夜間に、チャット、休日など時間を構いなしに指示が矢継ぎ早に飛んでくるといった、まあ、告発文にはこういう内容が書かれていたということで、一定ですね、証言の以前の30日の証人尋問でこれ知事が一定認められているという認識だったんですけども、告発文に書かれている内容をこれまで否定されてきましたが、書かれている内容がおおむね事実ではないかというふうな、まあ、県民も含めて客観的に見たらそのように捉えられるってもおかしくないかなという認識なんですけど、そのあたり知事はどのようにお考えでしょうか。文書にはハラスメント以外も含めていろんな項目が書かれてましたんで、まあ、その項目一つ一つの中でやはり事実で、私としては事実でないということがまあたくさん含まれているというふうに感じてました。ただおっしゃるようにチャットの件とかあとは含めて、まあ、私としては、まあ、それについては例えば急ぎではないですとか、まあ、そういった表現が十分でなかったり、まあ、あとは幹部職員の中でも特に新建設推進室のメンバーをであった人たちに対して、まあ、深夜や休日に送ってたということは事実ですけども、まあ、それ自身は私の中でも、まあ、業務的に、まあ、ここはこういうふうにしてほしいということをまあ言うという必要だと思って当時はやらせていただいたということで、今振り返ってみれば適切ではなかったというふうには思ってますし、まあ、そういったことがいくつか、まあ、やはり百条委員会の中で出てきたということは、まあ、私は申し訳ないなというふうには思ってます。言って知事が否定されていたパワーハラスメントの疑惑については事実認定というか事実的には出てきてしまったということだと思います。でこれまでですね、第三者のそういった調査とかに対しては不要とおっしゃってたと思います。で知事直轄の人事課の調査ではやはり見えてこない事実があるというふうに専門家も含めて記者会見でも
言われてたと思いますが、まあ、やっぱり上司である知事の調査を追及できるとは思えないという意見が多かったと思います。でそれまでの調査ではパワーハラスメントの部分、まあ、パワハラかどうかは抜きにしてこの事実関係についても否定されてきたと思いますが、今回の百条委員会の調査を含めて事実が一定出てきたと思うんですよね。でこれに関してやはりその初動の対応が果たして本当に適切だったのかというところがやっぱり疑問に出てくる部分であると思いますが、知事はその第三者の調査や外部の調査に対してはすごく後ろ向きだったと思いますが、それについて今改めて振り返った時にどう思われますか。文書発覚後、まあ、内部調査であったりとか、まあ、そこの対応というのは一つ一つはちゃんとやってきたというふうに今も思ってますけども、文書の内容の一部についてそういった職員からの指摘もあったり、私自身もそういうことがあったということで、まあ、これが本当にそのハラスメントに認定されるかどうかというのはこれからの調査次第ですけども、まあ、そういった面はあったということはありますけども、調査全体として当時のやつがまあ、ちゃんと人事課の方も弁護士入れて調査をされているということはありましたので、そこは適切な調査だったというふうに思ってますけども、まあ、いくつかの点について文書に書かれた表現そのままかどうかというのはちょっとこうニュアンスの違いというのはあるかもしれないですけど、そういったことが出てきたということは事実だというふうに思ってます、ね。はい、この事実を否定された部分が事実だったということはかなりその責任重いというふうな認識なんですけども、これまで否定されていたことが一部事実やったということが認められたということだと思うんですけども、それについての知事はその責任というかご自身でどのように捉えられているんでしょうか。まあ、ニュアンスですよね。まあ、そこが事実としてはこうやったということがあるにした、当初は事実も否定されていましたよね、はい、知事はチャットについては備忘録的にやらせていただいたということなどは言わせていただいたというふうに思ってますけども、まあ、それが深夜含めて夜遅い時間帯にやったこともあったので、まあ、それが業務の中で必要な範囲だということでやらせていただいてましたけど、まあ、職員の方から言って、まあ、それがやっぱり負担もあったということの証言も確かあったと思いますので、まあ、その点については申し訳ないというふうに思っています。チャットの件なんですけれども、はい、とある資料によるとですね、深夜や休日など、まあ、そのいわゆる業務時間外に知事が直接絡むようなやり取りが、まあ、1年間でですね2000件ほどあったという記載がありました。まあ、この数字について、まあ、他の自治体とかもですね、まあ、いろいろ調べてみたんですが、まあ、極めて多いなという印象を受けました。知事としてこの深夜休日にわたるですねチャットについての認識改めてお聞かせ願います。タブレットでペーパーレス化したときに職員特に幹部とのコミュニケーションについて、まあ、チャットでなかなか会う機会も公務で忙しい時にありましたんで、まあ、私が気づいたこと細かいご指摘もですねチャットで、まあ、やりましょうということを幹部の皆さんとお伝えして共有をしてたんですね。まあ、そこで気づいたこととかこうしてほしいということを頻繁にやらせていただいてたんで、まあ、コミュニケーションの手段としてチャットを多用してたということは事実です。でご指摘でいただいた件数のすべてが深夜か休日かっていうのはちょっと正確に見ていただければいいと思いますけど、基本的には業務時間中とかそういった時に送らせていただいたり していると思いますけど、まあ、やはり中には深夜や休日にそれは新聞報道とか報告がなかった場合に、まあ、それを気づくっていうのは朝であったりとか、まあ、夜業務時間ということもありましたんで、まあ、その段階で指摘させていただいて注意することは注意したということはありますけども、相手方が新県政推進室という、まあ、いわゆるまあ幹部の中の立ち上げの時に重要な役割を担っていただいた人でしたので、まあ、自分の中でやはり甘えや緩みがあって、まあ、こういった時間に送らせていただいたということになってしまってたと思うんで、まあ、そこは反省したいと思いますし、そういったことで不快に思われたり負担に思われた方にはお詫びをしたいというふうに思っています。返事が遅かったりなかったりした場合に、まあ、その方を、まあ、注意というか、まあ、叱責したような事実というのはあるんでしょうか。そこは早くレスポンスしてくださいというときはおそらく指示したりチャットでしてたと思いますけど、レスが遅かったりしたときに
どうかということはちょっとあまり記憶にはないですね。最後に1点、このままいけばですね、おそらくですけれども議会の方で不信任決議案、必ず出ると思うんですけれども、これが出て、仮に可決されるようなことがあった場合に知事として今どういうお考えなんでしょうか。議会の動きですので、まだどういうふうになるかというのは分からないので、そこはちょっと私はコメントできないというふうに思ってます。私としてはやはり議会側から設置を要求お願いされた百条委員会、それから第三者委員会の調査をしっかりやっていくということ、それに私も協力証言していくということが、ご指摘いただいたチャットなどの行為についての評価をきちっとしていただくためにも大事だというふうに思っています、ね。もし決議案が出た場合に知事が取れる行動って二択だと思うんですけど、それ出てからそのどちらにするのか決めるのか、それとももう決めてるのか、どっちですか。まだちょっと仮定の状況ですので、私としては特に何も決めたりもしてません。そのホテルで その夕食の中での下りの中で、俺は知事だぞというふうな発言をしたというふうに一応アンケートの中では回答があってます。で、取材によると、このアンケートを書いたというのは、実際に目撃した方というような記入の仕方をされてて、人捨てとかですね、伝聞とかではなく実際に見聞きしましたよというような方が書かれていると。でそこで先ほど知事がその記憶にないというところをおっしゃったと思うんですけども、やっぱり、その書かれた方とその知事との間で、実際見た方とですね、知事との間でこうそこら辺の整合性が合わないのはなぜなのかなというところはちょっと思ったりするんですけども、私自身はなんかこう俺は知事だとと激怒したという認識記憶はなくてですね、当日、予約が取れないかどうかということを、お願いしたということは事実だと思いますけども、そこの過程でなかなか難しいかもしれないというときに、やはり周りに食堂とかがあまりない、結果的にはなんかあったみたいなんですけど、あったんですけども、そんな中で、やっぱりホテルの中で取ることが、私自身もいいと思ったんで、なんとかなんないかなということをお願いしたということです。実際はビュッフェで結構フリーにバイキング形式で食べれるとこだったので、もしかしたら知事会さんの方とかで、枠が決まってて、そこにそこから入るっていうことが難しかったのかもしれないですけど、無理な、もしかしたらご負担無理な調整をさせてしまったとすれば、そこはお詫び申し上げたいと思います、ね。先ほど確か読売新聞さんの質問で、この前の、証人尋問の中で話になったその机を叩いた件、その知事の説明では、知事に就任直後でかなりその気が高ぶっていてというようなことでおっしゃってましたけど、その就任直後の時期というのはそういった行為がその許されるような背景になるとお考えなんでしょうか。はい、許されるとは私も思ってませんし、適切ではなかったというふうな行為だというふうに思ってて、これは当事者の方にもお詫び申し上げたいというふうに思ってますけども、行為の評価とか認定する際にはどういう状況でこうその行為をしたのかということを伝えるっていうことが大事ですので、私はそれで なぜそういうふうに時期的にもどういう思いでしたのかっていうのは記憶をほぐしながら言わせていただいたということで、その行為自体がその時期だからいいか悪いかっていうことを申し上げたという趣旨ではないんで、そこはもし誤解していれば申し訳ないと思います。すいません、細かくちょっとお聞きしたいんですけども、ホテルの食事の際に先ほど激怒したという認識はないというふうにお答えがあったかと思いますが、俺は知事だぞという発言はあったんでしょうか。俺が知事だぞとか激怒したっていう記憶がないですね。ちょっと取るのが難しいかもしれないという話になったときに、なんとかないのかなって言った記憶はありますけども、はい、激怒した記憶もないし、知事だぞと言った発言の記憶もないという両方にかかっているということでしょうか。そうですね、はい、実際当日に、ホテルの食事の予約ができれないかということを申し上げたということは多分記憶としてありますけども、それがなかなか枠が難しくて取りにくかったというところで、なんとかならないかなということをお願いしたということは記憶してますけど、例えばそのまま知事だぞという言葉を言ってなくても知事だということも伝えているのかとか、そういうふうな要請は職員の方にされているということはないでしょうか。ちょっとそこは
すみません、あの記憶がないですけども、あの、まあ、私があの食事をしたいということはあの私から言ってますので、まあ、それは職員の側にも伝わっていると思いますけど、はい、のパワハラ疑惑について改めて教えてください。私はあのこの会見の席上でですね、物を投げたりとか、それ叩いたりとかしたことがありませんかと3回ぐらい聞きました。付箋を投げたっていう方についても証言がありますとお伝えしたところ、知事はそういった認識はありません、記憶はありませんというふうにお答えになられました。その点についてはご記憶があると思います。で今回ですね、百条位で一転してそれを認められたということについて、この理由を教えていただいてもいいですか。はい、あのまあ30日の時に証言させていただきました。まあ、これはあの私はあのすみません、あのもしかしたら質問 の, あの意図を汲み取れてなかったかもしれないですけど、あの人に対して投げたということは認識がないということで答えさせていただいてました。あのまあ結果的にあの時証言させていただいた通り、まあ、ああいうやり取りがある中で、まあ、思わずこう手に持ってた1枚の付箋をこう放り投げてしまったということをは事実で、これは本当に申し訳ないなと思ってますけども、まあ、幹部とかに向かってあの直接放り投げたという認識はあのなかったので、あのこれまでそういった意味で認識はないというふうに申し上げてたというのが正直なところですけども、放り投げたということはあの先日認識としてあるということはお伝えさせていただきましたけど、まあ、そこのすいません、あの質問の汲み取りがあの行き違いがあったのであれば申し訳ないなと思ってます。じゃあ改めて聞きますけれども、付箋以外にですね、例えばあの知事公用車内でタブレット端末をですね、人に向かって投げなくても前に放り投げてみたり、それからアンケートにもありましたけど、まあペンを机の上に投げてみたり、そういったことをされたっていう記憶はありますか。そういった記憶はないですね。あのタブレットは充電とかしてもらうために、あのよくこう私が公用車の後ろからダッシュボードをに対してこうお願いしますっていうことを渡すっていうことはありますけど、なんかこう放り投げたりっていうことはしてません。パワハラについてちょっと引き続き教えてください。知事は、まあ、前回の証人尋問でも、まあ、パワハラには当たらないというふうにあのいうことを証言されたと思いますけれども、最終的にあの百条委員会で、例えばこれがパワハラですというふうに認定された場合は、知事はまあこれはパワハラであったと、その時はお認めになるっていう、そういうことをおっしゃってるということでいいですか。そうですね、あの、まあ、そこは結果をどういうふうに出るかということが出てからだと思います。これはあの百条委員会もそうですけど、まあ、第三者委員会もそうだと思いますね。はい、じゃあその場合は結果が出たらその段階でまあ、あのこの前の百条委の証人尋問質疑を聞いているとこれはパワハラだと思いますというふうに、まあ、委員からの発言も複数あったと思いますけれども、それでパワハラと認定されればその段階で知事はパワハラというふうに、まあ、今は思われてなくても認定されればそれにあのお認めになるということでいいですか。そうですね、あの一つ一つの事案がどういうふうに評価されるかということ次第だと思いますね。はい、あの知事はあの机を叩いたということを、まあ、一部認められていたり、あと、20メートル歩かされたときに、それなりに強く指摘をさせていただいたというふうに証言をされていました。まあ、3月27日に嘘800というふうにおっしゃられていましたけれども、その発言今振り返ってみて適切だったと思いますでしょうか。あの嘘800という表現自体は強かったということで反省してますけども、事実でないことをまあ多々含むという意味であの表現をさせていただいたということですね。はい、あのその問題以外にもあの いろんな項目があったと思いますけど、その中で私としては事実じゃないという、まあ、大事なポイントが事実じゃないというところがあのたくさん含まれたという意味での表現だったということですね。はい、その3月27日の時点で机を叩いたということは覚えていらっしゃったんでしょうか。先ほど申し上げました通り、もうあの就任直後の時だったので覚えてなかったです。ただ当時 の, その、まあ、行き過ぎた表現というふうにおっしゃっておりますけれども、まあ、この一部事実と認められることが今分かっている状況で、その発言で撤回はされないんでしょうか。あの事実でないということがハラスメントの問題以 以外の中でもあのたくさん含まれているという意味でそういった表現をしましたけれども、表現自体はあの強かったという面は反省しています。あの3月27日には、元県民局長の方に対して公務員として失格という発言もされています。で30日の証言で知事としてはその辛い思いがあった、辛い思いからこういう発言をしたというふうにおっしゃっておりました。
その感情的、ある意味感情的になってそういった発言をしたというふうに私はこの証言で捉えたんですけれども、というふうに、まあ、知事の立場でありながら部下の方を公務員として失格と会見の場でおっしゃった、これ今振り返ってみて適切ふさわしい発言だったと思いますでしょうか。まあ、これここも前から言ってますけど、公務員失格という表現自体は強かったというふうに反省してますけども、まあ、やはり勤務時間中に公用のパソコンを使って私としては誹謗中傷性の高い文章を作成されたという行為自体は公務員として良くない行為だという思いで発言していますね。なので今でもその発言というのは撤回されずに行き過ぎた発言だと。表現としては強かったというふうに思っててそこは反省してますけど、趣旨としては先ほど申し上げた通りです。すみません、先ほどからですね話を聞いていると議会側から要請されて百条委と第三者機関が設置されたので、うん、不信任は待つべきではないかという知事の主張かと思いますが、百条委員会が設置されたのはあくまで6月の13日約3ヶ月前なんですよね。でそれ以降その7月に告発文を作成した元局長がお亡くなりになられて、で県が公益通報を待たずに処分したことへの疑義や斉藤知事ご自身のパワハラ疑惑、贈答品の受け取り問題が浮上して県政自体がさらに混乱して、市長会や経済界からも問題が指摘されるようになってですね、斉藤知事ご自身の資質が問われるようになったというふうに思ってます。でこの3ヶ月前の状況とは全然違うということだと思うんですよね。で会見で当初は否定していたパワハラ疑惑の事実まで百条委員会で明らかになってきたと。でこの状況を見て県議会としても斉藤知事が果たして知事を続けるのが正しいのか、責任を取るべきではないかということから不信任の動きが高まったということだと思うんですけども、それは改めて聞いた上でもご自身としてのけじめというのはないんでしょうか。まず百条委員議会側からの要請がいずれもあったからそれを待つべきだということは私は言ってないと思います。そういった要請があったということで、それに対して私は調査に対してしっかり対応していくということが大事だということを申し上げたということです。この間いろんな今ご指摘いただいたことありますけども、県民の皆さん含めていろんなご不安や不審な思いを持たれているとすれば申し訳ないと思ってますけど、私としては百条委員会や第三者委員会に対応してきたつもりですし、これまでもこれからも対応していくということで、それをしっかりやっていくことが私の今やるべきことだと思っています。ただその9月議会で不信任決議案が出されて可決された場合も制度上知事が辞職か解散を選ぶわけということになると思うんですけども、議会側の主張としては原因究明のために百条委員会や第三者機関の調査は続けると、知事がもし議会が解散された、知事が辞職されたとしても調査自体は続けると。ただこのまま斉藤知事が続投すれば県職員への負担や県内のあらゆるところに支障が出てくるという考えての判断だということだというふうにも一部聞いてるんですけれども、知事ご自身もそういうふうにこれまでの3ヶ月含まれて設置されてから3ヶ月の状況がだいぶ変わってると思うんですけれども、改めてその責任を取るというふうにご自身が続けることへの影響っていうのはないとお考えなんでしょうか。そうですね、百条委員会第三者委員会への対応をやっていくことも、もちろんそれが設置されることでやっていくということですし、あとはその調査にも対応していくということが大事だと思いますし、それから業務もですね、いろいろご指摘いただいてますけども、大きな本質としては一つ一つの業務は今日も全国知事会、でもイメージというのはすごい大事だと思うんですけど、兵庫県としてのイメージが下がり続けていることは事実だと思うんですが、それについてもどう考えなんでしょう。イメージは、ちょっと私はあれです、分からないですけど、大事なのは県の行政ですから、やるべき予算に基づいたり予算の仕事とかそういったものをしっかりやっていくというのが県の行政として大事なところだと思いますし、そこは私はしっかりやれていると思っています。ご自身が続投され続けても県政はうまく回っていくということが知事の主張ということでよろしいんでしょうか。県職員の皆さんしっかり日々業務やっていただいてますから、県としてはしっかり仕事は進んでいってるというふうに私は思っています。でも今いろんな不
不信任決議が出るかもしれないということは、斉藤知事に対して実質のノーを突きつけられているということだと思うんですけども、それについて知事ご自身は振り返ったときに、これまで先ほどもまあご自身がどれだけ、まあどこの部分が反省されているとか、どういった状況が不適切だったとかっていう話を聞かせていただいたと思うんですけど、そのこれまでの一連の5ヶ月を振り返ってもご自身のやってきたことに責任はなかったというふうに言えるんでしょうか。私としては一つ一つの対応はその時々の判断でやってきましたので、自分としてはベストベターな対応をしてきたということだと思います。まあ、議会側が、そういった動きをされ始めているというところはあるというのを承知してますけど、まあ、これから議会側がどういうふうに対応されるのかということを、私としては見ていくしかないと思ってます。あくまでも今までおっしゃっていただいたように責任は本当になかったというふうな認識なんですか。そのどういう意味での責任かというのはありますけど、まあ、こういう状況になっているということは県民の皆さんにやっぱりご不安とか心配を与えてしまっているので、そこは申し訳ないなと思っています。わかりました。もうありがとうございます。